皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、ジタンです。インフルとコロナがまた流行ってきてますね。僕の職場でもかかる人が増えてきてます。ところで皆さん、インフルにもコロナにもかからない最強の生活習慣をご存知ですか？手洗いうがいをすること？違います。栄養価の高い食事をとること？違います。正解は極力家から出ないことです。私自身がインフルにもコロナにもかからない理由はこれです。まあ家から出る用事がないだけなんですけど。それではスパイファミリーオペレーションダイアリー実況プレイパート14やっていきます。本編どうぞ。早く水族館行きたい。行きたいね。わかったわかった、出発するから準備しろ。なんかちょっとめんどくさそうな、わかったわかっただったね今。ペンギンさん持ってく。ハーニャさんのお気に入りですからね。ボンドの小さい帽子かわいいね。ペンギンにペンギンさん見せる。どうなんだそれ。あー、じらってる。さあ、じゃあ水族館に行くコーデを決めよう。これかな。マリンワンピースブルーで行こうかな。じゃあこのマリンワンピースと麦わら帽子でアーニャは行こうか。あ、待って、これまただけど、これまずは福引き行こう。福引きで服ゲットできるかもしれないか。ちょっと可愛い、この服も可愛いな、アーニャ。まあ、何着ても可愛いみたいなところあるけど。じゃあ3からやっていこうか。12で残り5回、あ、じゃあ福引き券5枚で残りが12枚入ってると。いや、金のボックス引けないの残念だな。混ぜ混ぜして引くと。これに決めた。さあ、何が入ってる？お、やった！イエーイ、かわいい。はい、じゃあ、こっから早送りしようか。残り1枚引け。残り1枚引け。引け、引け、引け、引け。やったー！ワンピースのレッド引けた。じゃあこれあと何枚だ ?7 枚。7枚入ってるけど、あと全部外れくじだもんね。なんか全部外れくじだと思ったら、引く意味なくない？これ。コンプリートボーナスで PP もらえるけど、次からボリューム4引こうかな。はい、じゃあ福引き券なくなったので、ポージャー券に帰ります。はい、まずアーニャなんだけど、赤も可愛いね。赤も可愛い。赤にしようか。赤で揃える。赤で揃えて、いやでもなんか、水族館もやっぱ青かな。うん、はい、ということで、今回、水族館は、アーニャはこのマリンワンピースブルーと、麦わら帽子のこの赤と、髪型はいつもの髪型でいきます。ロイドは、ロイドの服増えてないんだよな。はい、じゃあ、ロイドは、今回はニットベストに、赤メガネと、いつもの髪型で、行きましょう。ヨルさんも服増えてないんだよな。はい、じゃあ、ヨルさんは、このシンプルドレスを着て、今、福引きでゲットした、サイドリボン、ヘアバンド、ホワイトと、ポニーテールで行こうかと思います。はい、じゃあボンドはこの帽子とサングラスとネクタイで、ちょっとね、あのペンギンにジェラってるボンドがまるで探偵かのような、ちょっとね、アーニがペンギンと浮気しないようにね、見張るようなイメージでやってこうかな。今日はこんな感じのコスチュームで水族館行こうと思います。じゃあ行ってみよう。はい、アイテムもしっかりあると。おでけけはい、水族館来ました。水族館はこのなんか落ち着いた音楽がいいよね。なんかこう癒される感じがすごいするわ。ボンド。はい、2回目の水族館。サメでかいよね。こんなでかいサメ飼ってる水族館あるかな。あ、お魚。楽しそうですね。まずはペンギンコーナーから行く。お決まりのね、ペンギンコーナーで。ペンギン好き。見る。
いや、ペンギンって言ってるからね、もう。ペンギン、ジェラ、ジェラ。人形のペンギンはさ、ね、ボンド、引き裂いたっていうのは原作であったけどさ、リアルなペンギンは引き裂いちゃダメだからね、ボンド。絶対に。ちょっとこのタコさん、タコさんでちょっと撮ってみよう、写真。ナンバー7。あ、アングル、珍しくアングル、すぐ見つけた。はっ。プールなタコだって、プールなのか、あれ。プールなの、あれ。あ、なんか、なっちゅう表情。え、どういうこと、どういうことなんだろう、ちょっと、アーニャの感情がわからない。どういう感情なんだろう。え、タコさんが、タコに喜んで、でもアーニャはなんか、ツーンとしてもう一回喜ぶっていう。これなんなんだろう。ちょっとアーニャのなんか、感情があんまりわからないけど、ちょっとこれあえて引きで、あ、でもここだとアングルが。あ、まあまあいいんじゃない、これ。この感じ。あ、でもこっちの方がいい笑顔だね。これでいこう。最後に落ち込むと。はい、まあ、横からと、もうちょっと斜め上から。これが一番なんか喜んでるとかね、一番はしゃいでる感じするから、これにするわ。はい、写真登録。プールなタコ、まあ、あんまりこうそっけないっていうところでああいうリアクションだったのかな、アーニャのね、まあ、タコのサービス精神が足りなかったとということですね、きっと。じゃあ、このアイテムで写真撮ろう。これ撮ったら、特別な気になるもの写真撮影できるはず。はい、じゃあナンバー4。あ、後ろにヨルさんいる。ロイドもいるね。まずは、フォーカス合わせて、あ、いいね、この角度。あれ、今タイミングあった今。タイミングあったはい、あー、ちょっと半目になったー、今日。いや、これだとちょっと顔隠れすぎなんだよな。いや、ちょっともう一回もう一回。一番やっぱ最初が、こう、なんか、なんだろう、口も開けてていい笑顔だから、そこをしっかり撮りたい。今！あ、いいねー。最高最高。これ一番いいじゃん、絶対。熱心に観察。あ、引いてる方がいい？もしかして。アップの方がいいよね、これは。よし、じゃあいいの撮れたから。後ろでヨルさんも一緒に喜んでるのがまたいいね。いや、これ半目なんだよね。まあ、この3つ目で、行きましょう。はい。はい、じゃあ解放条件満たしましたと。どこだろう、これ。はい、ひらめきゲット。あ、この正面か。何この画角。ロイドのお腹しか見えないけど。あ、透けた。はい、じゃあこのね、特別な気になるものはね、結構長くて、タイミングという時間がね、取り逃しちゃうことが多いから、やっぱりセーブして臨みます。ここかな？ナンバーワン。さあ、どんなものでしょうか？お？あ、これ結構あ、アングル見つけた。で、フォーカスはどこ？あ、あった。まだ一回もタイミングないよね。あ、ここ言いたい。あ？すげえはしゃいでる。見て見てって言ってる。こっち来て見て見てって言ってたんだ、今。これタコさんにはしゃいでんの？これ。あ、いいね、これ。思いよ、伝われ。アーニャがちょうどこっち向いた瞬間撮れたね、今。ああ、いいね、いいね。ちょっとさ、タイミングがいっぱいありすぎて、どれにしようか迷うよね、これ。めっちゃはしゃいでる。かわいい。
ロイドがそっけないんだよなこれ。まあ、ある意味写真のタイトルとはこれ合ってるのかな、思いを伝われ。この時のアニャの目かわいいね。聞いた方がいいかこれ。うん、でもやっぱちょっと、あタイミングなかったわこれ。いやでも最初に撮れたやつがいいんじゃないかな。これあれこれこれとこれほとんど同じだね。これにしようか。思いを伝われ。あ、いいんじゃない、いい家族の写真って感じしないこれ。アーニャがねえねえみたいな、アーニャの思い伝わ、アーニャが思いを伝えようとしている感じも伝わる。いいね、いい写真が撮れました。はい、水族館から帰ってきました。アーニャさん楽しそうですねって言ってそう。お、 35% まだ半分もいってない。まだまだ楽しめるねこのゲーム。お出かけも終わったことだし、今日のお出かけも楽しかった。チッチまた行きたい。落ち着け。チッチ、次どこにお出かけする？これ今度新しいところ増えるんじゃないかな。じゃあ先に次のお出かけ先を決めるか。やったー！お、来た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 ！やったビーチだ。お、新しいアイテム追加、コスチューム追加、副備化粧追加。でもこれ行けるところもさ、まだやっと半分ぐらいだもんね。いやもうこれは絶対ビーチ行くでしょ。パチパチパチ。次のお出かけはビーチに決定だ。やったね。楽しみですね。何する何する？そういえばビーチでするテニスがあるそうですよ。いやもう夜さ、ボール壊しちゃうからダメでしょ。はい、道具はこちらで用意しますから、アーニャさんは自分の準備をしてくださいね。テニスできるの？お出かけの準備してくる。イエーイ。まあ、アイテムはもうさっさと買っちゃおう。あ、でもこれ今の PP じゃ買えないかな。あ、ミニゲームやった後買うか。はい、じゃあ夜になりました。お、やった。アーニャのさ、やっぱり髪型とか追加されるのが嬉しいよな。やったー、ポンパドール風ヘア。え、めっちゃ可愛い。編み込みアップ、え、超可愛いじゃん。もうい、いねー、可愛い。この髪型好き。なんかおでこ見えてるか、あの髪型かわいいよな。こうやって考えたら、あのおでこ、でこ出してる髪型ってなかったね、今まで。珍しい。まあ、とりあえずは。あ、バンダナ。やばい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 。すごい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 。なにこれ、かわいいかわいい。ピーナッツドレスレッド。フェース、あー、かわいい。スペースワンピースピンク、リボンワンピース、めっちゃ可愛いんだけど、ちょ引こうこれは。花、可愛い可愛い。めっちゃ追加されてる。これはあれだね、世界楽しみだねこれから。まあちょっと一旦ミニゲームやっていこうか。多分ね、新しいの追加されるんじゃないかな。来た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 。ピーナッツボーリング解放。アーニャのファッションショーだって。イエーイ。どっちから行こう。まあ、こっちから行こうか。ピーナッツボーリングやっていこう。10本のピンで行う普通のコース。ピーナッツコースと。え？
ペンギンとかキメラコースは何これ30本とかになるんだろう。じゃあやっていこう、ピーナッツコース。チッチー、ハハー、どうかしました、アーニャさん。アーニャこれやりたい。ボーリング、いいですね、やりましょう。アーニャボールな、あはは、ピンってピーナッツのことなのか。一番多くのスコアを取りましょう。あ、ガター回数が一定以下でクリア。なるほど。ガター合わせるなと。A で決定左右移動を、L でカーブ。これ何？あ、なるほどね。ロイドとヨルさんとスコア競うのか。1投目で全て倒すとストライクとなり追加で3点。2投目で全て倒すとスペアとなり追加で1点獲得できる特別ルール。最終フレームではストライクかスペアを出すともう1投することができます。アーニャ、ロイド、ヨルから1人選びゲームを始めます。金色のピンは倒すと追加で1点獲得することができます。はいはい、なるほど。あ、ステータスがあるね。アーニャのこれ、ラッキーってなんだ？ロイドはカーブがすごいんだ。ヨル様もパワーがすごいと。まあ、やっぱアーニャでいこう。まずはね。あ、3投目だ。やるか。お、ロイドのターン。コンピューター操作中。何何、カーブさせんのかな、やっぱり。カーブしすぎじゃないそれ。あ意外と倒れないピーナッツ。なんか結構リアルじゃない、割と。さほど難しくないな。ちゃんとした。でも2投目でしょ。どれくらいだろう。これスペア取るのすごくない。あ、ちょ、え、うまくない。お、危ない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 。ちょっと強いよコンピューター。はい、ということでスペアは鳴らす。すごい楽しそう。でも実際はロイドさんも狙ってストライク取れまくると思うけどな。ヨルさんはもう破壊しちゃうでしょ。どうでしょう。下手ヨルさん。でも何、パワーあるからこんな吹っ飛ぶの。パワーでしょこれ多分。まあまあですね。同じく7ピン。さあスペア取れるかヨルさん。どうでしょう。夜さん、ちょっと不器用。はい、じゃあ、行こうか。アーニャの番。かわいい。さて、あ、よっと。あ、これラッキーだから出てきたんだ。カーブってどうやって、なにこれ。はっ。え、わかんないな。ちょっとわかんない、これ。ちょっと、試しにこんな感じで。あ、いいんじゃないこれ。あ、いいんじゃない。頑張れ、頑張れ、頑張れ。あ、いけ。あ。いっちゃん難しいやつじゃん、これ。一番難しいんじゃないこれ。あ、でも、これ、余計なことせず。あ、でもこれ、まっすぐがむずいか。あ、やばい。ずれた。でも、カーブかけすぎもまずいかな。あれ、ちょっと待って、金色のピン消えてるじゃん。あ、やばい、ガターだ。やばい。あ、セーフ。セーフだね。金色のピン消えてたね。あの、金色狙ったつもりが。これ、5フレームやるの結構時間かかるな、これ。早送りするか。これでどうだ。ちょ、うまいって、ロイド。あ、外してる。あ、ヨルさん。いや、パワーすげえな。どうでしょう。同じ。はい、じゃあ来ました。やるます。ちょ、金色出てこい。金色出てこない。あ、やばい、めっちゃ出れた。ちょ、頼む。曲がれ。めっちゃ曲がれ。おー、いいんじゃないこれ。お、やったー。一番いいの来た。やったぜ。祝ってくれてる。父と母も。かわいい。見て、だって。よっしゃ、これは勝ったな。はい、じゃあ。あ、これ一番難しいやつだね。すごいな。はい、じゃあ、夜。パワーすごいって。マニアも喜んでる。なに、ロイドがビリになるの？頑張ります。分かったね。これ多分ちょっと横から結構、角度、強めにして、カーブ。
さっきはこれでストライクだったから、これでいけんじゃない？そう。あ、やばい、カーブ効きすぎた、これ。あ、でもいいんじゃない？え、うまー、ちょ、天才では。アーニャ、ちょっと、ボーリング選手になろう、アーニャ。やったー。やったー。あー、やべ、決定しちゃった、間違えた。これ、わかんないな。これぐらいでいける？曲がれ。あ、いいんじゃない？あ、やめて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 。あー、オープンねー。あぶねあぶねあぶね。ギリギリ。やったー。はい、じゃあ、ロイドと、おう、すごいすごい。ロイドと夜はスキップで。スキップというか、早送りで。これくらいか。ロイド、難しい残り方するな。な。あ、え、なんで金色出てんの？あー、オッケー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 。さあ、ここまでロイドが一番遅れている。やります。やったー。どうしよう。これもだからこの辺にして、ちょっと右にずれるぐらいにして、で、左にカーブ。これでいけるでしょ。これ、右にずれすぎかな。いけ！あ、いいんじゃないこれ。あー、金、あー。金色だけ1個残ったってもう最悪じゃん。まあ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 、これでプラス2点だから。すごいアーニャ、すごい。いや、すごいよアーニャ。これは、あー、金色じゃなくなった。ここはもう特で狙っ、あー、これ曲げすぎ。これいけるしょ、こんなもんで。あー、完璧。キーナ突撃波やりましたね、アーニャさん。やりましたね。かわいい。はい、ということで、最後ロイド。まあ、ここは早送りせず、ちょっと見てみるか。ロイド、意地見せれるか？ん？ん？って。あ、いいんじゃない？おー、まあ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 。まあ、スペア取りつつ、最後ストライクとか取れると、まあ、逆転があるかな。どれくらいだろう。めっちゃ曲がるな。あ、うまいけどね、残念ながらって感じ。まあ、ほぼほぼロイドの最下位が決定って感じだね。どういうことはないや。喜んでる場合じゃないぞ。やりますよ。さあ、ヨルさん。ヨルさんもね、これアーニャが横でもう飛び跳ねて見てんのが可愛い。まあ、スペア取りつつ最後ストライクとか取られるとちょっと怪しいかな。負けるかもしれないよね。やりました。これで一品差だからスペア取れるかな。大丈夫だね。まあまあ、これはじゃあほぼ勝ちと。ゼロピン。まあまあまあ、ほぼ勝ちが決まってるんで、まあガーターにさえならなければこんなもんでいいんじゃないの。あ、もう完璧では。完璧すぎる。やったー。でも負けたんだよ、ヨルさん。負けてられませんねって言って。すごい。さあ、もう勝ちは確定してるんで、己との戦いだね。高いスコアを求める、己との戦い。あ、やばい、ちょっとパワーが。あ、でもいい感じじゃん。あー、連続ストライクならず。でもこれあれだね、アーニャ以外も使ってみたいね、これは。さあ、じゃあもう最後はもう、ど真ん中で。あ、ちょいずれたから。これ、カーブ1じゃ足りないかな。いけるよね。よし、完璧。はい、父と母に完全勝利。よかったな。まあ、ロイドがビリっていうのがちょっと意外だったね、これ。やったー。やったー。はい、強い。変。やったな。はい、終了します。やったー、Sランク。
やったね。いや、ボーリング楽しかったね。じゃあ次はもう一個。ババ抜きってやっぱあるんだね、これ。今気づいたけど。大富豪じゃなくて。じゃあ最後に、あ、最後というか、もう一個追加されたミニゲーム、アーニャのファッションショーをやっていこう。ちょっとこれは次の動画でやっていくことにするかな。じゃあ今回の動画は一旦ここまで。次はアーニャのファッションショーから始めます。動画見てくださってありがとうございます。また次の動画も見てください。バイバーイ。